でね、野宿の丁子屋さんで、ご飯を食べた後ですね、今度は腹ごなしにね、久能山東照宮、歩いてね、登ると見せかけて、そんなことしなくてもいいということでロープウェイに乗って、行ってみようと思います。今ね、そのロープウェイが日本平から出てるということなんで、あと12キロで日本平に着くところにいます。平ロープウェイ、これからここにから久能山東照宮に行くと。閉めて。落としちゃうよ。だってまだ使うかな。ここ？うん。ここで買うの。ゲット売り場。あ？下の階へ降りてくださいだって。ゲット売り場、乗り場。みかんジュースの蛇口がある。本当だ。こんなん飲めるってこと？うん。あ、お金は払えばいいんだ。うん。なるほど。お支払い方法をお選びください。ちゃんはもっと低いけど。でもまあ昔のね、日本人の平均身長なんて低いよ。
端っことか。ご神木のつすまきです。左足元を気をつけてどうぞごゆっくりご参拝ください。久能山駅到着でございます。本日セット券をご利用のお客様、チケットは東照宮や博物館でも確認させていただきますのでなくされないようにお願いいたします。ロープウェイはただいまの時間10分間隔でのご案内となっております。それではお疲れ様でございました。久能山駅到着です。手で足元を気をつけてどうぞごゆっくりご参拝ください。じゃ扉開きますので気をつけてください。だってここの階段だけでも結構きついよ。いやだからそっから登ってきたんだってば。すごいね、うん、あれはだってだからもう若いからできたんですかな。苦行ですね。あ、手を清めます。
冷たい。あなた翻訳。翻訳。女性。女の人って30代の時にさ、役がさ2回来るんだよね。本当だ。ずっと役だっけ30代。俺を終わってんだ。54年だから。この幅の階段を1000段登ったんですよ。いやそれはきついね。そこと一緒じゃん、日光と。よいしょ。まだ階段がある。うん、すごいね。本当だ。まあ、模型の街だから。そうじゃないの。奉納展示とかや。奉納してやる。まだ登るの。まだ登るよ。これ一段が足を上げるのが広いよね。確かにね。これ国宝なので、ここすごいですよ。これ国宝だ。入れる？ある？すごいね。
日光の五廟の方行った時も入ってから長かったの覚えてるよね。思いやられるね。ここまで来たよ。はい、行きました。これが大阪でしょ。そうだね。分骨じゃないんでしょ。でもほとんど分骨したわけじゃなくて、移しちゃったんだよね。三大将軍の匂い。これ金のなる木なの？それを心がければ。そうなるほど。ここにも愛は埋めた、愛は埋めたとこって書いてある。大間さん、まあ家康自身がね、遺言して、あれさ、なんだっけ、松潤がさ、来年さ、どう、大河やるじゃん、家康の。あ、そうなの。そう、どうする家康って。ここだから来る人多そうだよね。ああ、そう、ブームになる前に。ブームになる、なるんじゃない。痩せた、痩せた、泡吹いてるよ、大丈夫。マスクしてらんないもん、申し訳ないけど、人との距離取らないと。心病。
西向きに建てられている。西には何がある？あ、京都。うん、よしか。ヘロヘロ、ヘロヘロですよ、もう私。お待たせいたしました。出発となります。ゴンドラ動きますので気をつけてください。5分間のフライランとなります。久能山東照宮へのご参拝、大変お疲れ様でした。これよりゴンドラは久能山跡にいたしまして、名勝寺日本平へと進めてまいります。左手、鶴川の水準線上に見えてくる町並みは、魚の町、八重洲市です。その先の岬が大井川の河口付近。静岡県最南端の前崎岬です。そしてこの辺り谷底が最も深くなっているところです。地上からゴンドラまでの高さが90メートルのところを通過していきます。この険しく切り立った崖があることで、戦国時代にあった久能城は難攻不落だったと言われております。その後久能城は東照宮へと変わり、参拝をするには右側にある石段を登るしかなく、1159段の石段ということで、いちいちご苦労さんと昔の人はシャレを言いながらお参りに来ていたそうです。下から少しずつ段差が大きくなるこの石段は、山を登るにつれ神様に近づいていることを表すという説も、お城の名残で敵に攻め込まれにくくするための工夫といういくつかの説がございます。また東照宮にお勤めの観音さんたちは毎日この石段を登り、出勤されています。通常20分くらいの道のりを早い観音さんはなんと7、8分で登ることができるそうです。さあ、まもなく前方より久能山行きのゴンドラが近づいてまいります。ぜひあちらのゴンドラにボタンを振ってあげてください。時速はどちらも17キロ同士、すれ違いますところが定期の中間地点です。下の方を見ますと川の流れた跡がありますが、昔は久能山山下から日本平山頂まで歩けるハイキングコースがあったところです。今では閉鎖となっておりますが、時折イノシシが歩いているのを見かけます。また夏にはオールリーという青い鳥を見ることもできます。ではこれより参ります。日本平は海抜307メートル、太古の昔海の底だったところが隆起してできた地形で、今でも貝の化石が見つかります。日本平という名前は宇土山山頂付近一帯の呼び名で、大和たけるの御事がご当選の際、この山頂から国見をしたというところから大和平と呼ばれておりましたところ、時代の流れとともに日本平と呼び名が変わったものです。山頂からの眺めは素晴らしく、2018年に完成した日本平夢テラス展望回廊は、2020東京オリンピックメイン会場を手掛けたことで知られる隈研吾設計事務所によるもので、県内産の木材をふんだんに使った展望設計。富士山はもちろん、足高山海や伊豆半島、箱根連山、南アルプス、県庁の前で有名な三保の松原や清水港など、1959年には国の名勝地、2016年には日本夜景遺産に指定された景色がご覧いただけます。24時間絶景をお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでみてください。それではお疲れ様でした。日本平に到着となります。ゴンドラホームに入る際、両側の壁にあたり大きく揺れることがありますので気をつけください。本日は日本平ロープウェイをご利用いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ではこの度日本平の駅舎30年ぶりににやりいたしました。
2階には土産屋さんもありますので、ぜひ立ち寄りください。また日本平アルカラ線は駐車場区の階段スロープ上がるとすぐとなります。こちらも合わせて行ってみてください。動くの見てたら、あれでも2700円の何飲む？